ワシントン軍はアメリカ合衆国フロリダ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,896人であり、2000年の2万973人から18.7%増加した。軍庁所在地はチップリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。 チップリー市にあるワシントン郡長者アシントン郡は1825年に設立され、この時はメキシコ湾にまで広がり、デラウェア州の面積の2倍近くの大きさだった。一世紀にわたって領域の修正が行われ、現在は38万2000エーカー以上のうにりのある丘陵地となり、堂々とした松など後期の深い混合林に覆われ、フロリダ州、 ハイハンドル部中央の大きな領域を占めている。ワシントン軍は150年以上の間、インディアン、スペイン、イギリスの文化に影響されてきた。その歴史はアンドリュー・ジャクソンの功績に関する話が豊富である。地域には多くのインディアンマウンドがあり、生活していた強い証拠が発見され続けている。ワシントン軍は初代アメリカ合衆国大統領、 ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられ、広大な森林や鉱物資源のあるフロンティアで、経済と政治の自由を求めた人々がまず入ってきた。内陸部の水路は、交通手段となり、川沿いに多くの開拓地が作られた。1800年代後半に鉄道が開通し、経済、社会及び政治の発展が促進された。軍域の中心にあるバーノンは、 ジョージ・ワシントンのバージニア州にある邸宅、マウント・バーノンから名付けられた。この開拓町は、インディアンの主要な集落があった場所でもあった。ワシントン軍の軍庁所在地は20世紀初めまで、バーノンにあったが、1927年に、軍北部の鉄道町であるチプリーが、軍庁所在地となり、現在に至っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は615.79平方マイルであり、この内陸地579.93平方マイル、水域は35.86平方マイルで、水域率は5.82%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャリービル町チップリー市軍町所在地、エブローマチバーノン市温総町、クローサニーヒルズグリーンヘッドニューホープ。 ヒンソンズ・クロス・ローズ・5ポインツ・ポプラヘッド軍内の公共教育はワシントン軍教育学区が管轄しており、次の学校が含まれている。軍内で以下の新聞が発行されている。ありがとうございます。